南長野運動公園、南長野運動公園総合球技場、南長野運動公園総合球技場は、長野県長野市の南長野運動公園にある、サッカーラグビー等の球技専用のスタジアムである。施設は、長野市が所有し、南長野スポーツマネージメント共同事業体が、指定管理者として、運営管理を行っている。 1998年の長野冬季オリンピックのメイン会場となった長野オリンピックスタジアムを含む南長野運動公園内の一施設として2002年に完成した。天然芝グラウンド一面を有し、照明設備4機を備えていたが大型映像装置はなかった。その後は AC 長野パルセイロや AC 長野パルセイロレディースが ホームスタジアムとして使用したほか、北信越フットボールリーグの公式戦、長野県サッカー選手権大会、全国高等学校サッカー選手権大会の県予選、全国高等学校ラグビーフットボール大会長野県予選、東海学生アメリカンフットボールなどに利用されていた。もともとは、収容人6000人の小規模な球技場だったが、 AC 長野パルセイロの J1 参入目標を視野に施設の全面改築を実施。2013年8月に既存施設が取り壊され、2014年1月から工事に着手。2015年3月に全面改築工事が完了した。新スタンドは上から見た姿がアルファベットの U 字型をしており、古代オリンピックが行われたコロシアムをイメージして、 設計されている。2016年4月1日、指定管理者が電産及びコナミスポーツワンドライフから南長野スポーツマネージメント共同事業体へ変更された。命名権については2015年9月より募集するも企業からの応募がないこともあって、これを中止し、スタジアムの相性を市民からの公募で決めることとなり、 2016年11月に愛称を長野 U スタジアムとすることが発表された。パルセイロのホームゲームでは2017年シーズンよりこの名称が使用される。国内大会国際大会、ありがとうございます。